皆さん、こんにちは。エルダです。今回もロッケとの電話番号を使って謎解きをしていく 3D アドベンチャーゲームのストレンジテレフォン続きやっていきたいと思います。まあ、今回は回収とエンディングを見ていこうっていうパートだね。なんで、サクサクやっちゃいたい。サクサクいけばね。なんでね、ちょっと見苦しいところもあるかもしれないけど、最後までお付き合いいただければと思います。じゃあやっていきましょう。おい、やっと見つけた。やっと見つけたよ。結構ね、見つかんなかった。じゃあ、ちょっとね、ちょっと画面があっち行ったりこっち行ったり、申し訳ないけど、この状態竹使ったらどうなるの？あ、いけるんだ。やっぱこの状態で使えるんだね。竹のフィラメントだって、竹のフィラメント。あったあったあった。何かに使えそうな素材らしい。おー。まだこれは別で使うんだろうね。あとさ、ちょっと時間があるから、ちょっと椅子座ってみたりとか。椅子がさ、ずっと座ってるだけでさ、特に何も起きないっていう感じなんだよね。あと竹のフィラメントは燃料なのかな。お、来た、なんか来た。絹糸。あ、どっか行った。マジか。使えないんだって。これも使えない。衣装のらしいね。まあちょっと一回出ようか。なるほど。じゃあ、これでまあ素材が一気に二つ手に入ったわけだ。あとね、ちょっと気になったやつガンガンやっていこうかね。ね。これしないといけない。これできないけど、これもさ、ハテナってなるんだけど、今ゲットしたアイテムでなんかできる？いや、さすがに違うか。使えない。開けずにね。お？おお！どっかの扉が開く音がした。どこかの扉が開く音。結局、燃料の正体も分かってないからね。あ、なんかすごい。184716。先にちょっと、記録しとこう。めっちゃある。戻ってきました。で、やっぱ、よく見たら全部変わってるね。ぐしゅ。あ、開いてる。あー、なるほど。扉がある部屋に入れるってことか。お宝あるじゃん。鍵かよ。鍵ってことは、お久しぶりの鍵さん。燃料。よし。これで、飛べると。これは何かが足りない。何かが足りない。作りかけの電気に竹の竹が感じ違うね。はめ込んだ。白熱電球。ああ、電球もできた。じゃあこれで。アイテム二つ回収。いやー、じゃあ燃料とかあれしたいけど、まあまあまあ。一旦、出ましょう。お、いいね。白熱電球。
で、ランプの電球を入れた。世界を光が照らす。え？これなんかな、あれかな、フラグ回収みたいな感じかな、もしかして。あー、でもあれか、昔のライトは、そっかそっか、竹を、電気を通す代わりにしてたって感じか。なるほどね。え、じゃあ光照らしたけど、これさ、そのまま行ったらどうなるんだろうね。行ってみようか。照らしてくれるらしいよ。まあ行ってみよう、試し。あー、変わんないか。はい、エンディングがね、変わらなかったんで、うさぎさんとこ来ました。で、燃料渡すってことなんだけど、あれ、そのまま渡していいのかな。おい、おー、喜んでる。よし、涙ぐんでいる。お、エンディングっぽい。おー、飛んでった。トリップトゥザブーン。あー、これで終わりなんだ。これナンバー8。あ、ちゃんと飛んでいってるね。ちゃんと飛んでいってる。着陸すんのかな。あー、消えた。あー、8番目のエンディングだね。じゃあ、そうだね、まだ回収しきれてないアイテムあるから、ちょっとその回収に行こうか。例えばさ、この最後の、最初のっていうか、最初見たこのエンディングの人さ、他のもの渡せるんかね。ちょっといろいろ渡してみよう。これじゃない、竹は？さすがにか、ゲーム。ゲームはさすがにだよね。ゲーム機の使い道もわかんないもんね。あ、花渡せた。あ、でも飛ばされるんだ。誰？目つきは怖いが、何かを持ってくればいいことを知らせてくれてる。何かを持ってくるか。使えない。そういうのではないってことか。ゲーム機？いや、ゲーム機マジで使い道ないな。じゃあ、これ？あ、衣装だ。極上の寝巻き。え、一瞬眠れるに違いないってなってるけど、なんだろうね。じゃあ他にもなんか渡せるものある？あ、これは？いけるんだ。祈りの衣を手に入れた。ちなみに祈りの衣は、祈りを捧げる際に使用された。祈り！ちょっとこれさ、ちなみにさ、あー、こうなるんだ。ということは、例えば、切れないのかい。切れないのか。
そうか。どうしよっかな。祈りを捧げる際だから、多分お墓だよね、祈りだったらね。あったあった。これに対して、祈りを捧げる。で、おー。青い鍵だって。え、じゃあこれはもう、いけるでしょ。青い鍵か。やってみようか。いけたいけたいけた。あー、グッドエンドっぽい。最後グラハムいたね、電話ね。ちょっと曲も明るめ。そう、これが、あー、エンディング1なんだ。はー、じゃあまだ、あ、でもサウンドも出てる。あ、すごい、ちゃんとちゃんとこんな感じになってるんだね。クリア得点なんだね、ちゃんとしたグッドエンドの。でもさ、まだアイテムとか、見つけてない、こう、まだあるんだよ。やるか。やるか。よし、頑張ろう。で、これがね、これがマジで使いどころがわかんない。あ、わかった。これ、あれだ。ベッド、ベッド。ふかふかのベッドがあったところ。なんかすごい揃ってる部屋あったよね。ここ。行ってみよう。ここもちょっと気になるんだよな。ここで買います。調べます。おやすみ。うわー、魚群だ。あー、でもそのまま取り込まれておしまいって感じか。ストレンジドリーム。これはこれでいいけどね。なるほど。徐々に埋まってきたね。そしたらあれだな。まだまだ探さないとだね。あとは、光だよね。これこれこれ。ランプ切った。これランプつけます。だからついたことによって何かが発生してるはずでしょ？使える光を照らす。だから鍵をもらう方法が変わるのかな？で、ここで会いに行くんだろうね。ここでなんか違うもの渡すってこと。あ、なんか色が違う。白い。どうしたの？え？ちょっと待って。はあ、ちょっと待って。メモする。まさかの、部屋番号来た。まあ、書き込みました。これでいいのかな？なんかすごいことなってる。柱に言葉が刻まれている。
晩年私はとある通信機の発明をしていた。しかしそれを完成させるためにはあるものが必要だった。渡した犯した禁忌を許してくれよ友よ。言葉はここで途切れている。白い鍵を手に入れた。禁忌か。ああ、じゃあ電話というものを発明したけど、禁忌としてこのグラハムは人体実験かなんかしてたってこと？グラハムはそれ取り込まれた側なのか、ちょっとわかんないけどね。じゃあ白い鍵使ってみようか。これがグッドエンドになるのかな、もしかしたら。ああ、なるほど。まあ起きるタイミングが朝じゃなくて夜に起きてって感じなんだ。で、まあ、グラハムができた何かしらの理由があるんだけど、禁忌を犯したっていうことやから、まあそういうことだよね。なるほど。じゃあ残り3つのエンディングだね。見つけないといけないのはね、ここに来て全然関係ない人が一人ね。まさか発明家の人が出てくると思わなかった。しかも電球持ってるとか見てると、どうだっけ、エジソンだっけ、発明って。でもね、確かね、電話の発明の一人で言うとアレクサンダー・グラハム・ベルっていう人がいるから、多分その人に見立ててんじゃないのかな。あの白髪とかね、そっくり。まさかあの盗んだとかね。情報を盗んだとかね、可能性としては。ああ、でもまあ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 。どここれでどうなる？いやでもまだこれ2つ、いや3つ空いてないんだよ。何を調べてないんだろう俺。謎すぎる。あ、だからあれか、グラハムとかそのちゃんと理にかなった人が出てきてるわけね。じゃあ残りのエンディング見ていこうかな。あれだよね、考えられるのはなんか結構さ、渡せるものを渡して新しい選択肢が増えるっていうの多いから、その渡すっていう意味ではやっぱりこの方がヒントなんじゃないかな。ただ何を渡すかだよね。鍵とこれと渡したし、あと渡せるものって言うと、狂ってる？あ、いけた。まあでも狂ってる世界だから確かに直すっていうのはありえるかも。うわー、なんかいる。どうもこんにちは。あ、何のスイッチ？あげた。ああ、スイッチか。スイッチね。なんか開かないものってあったっけ？なんかあるかな。なかなかね、見つかんない。スイッチに起因したものね。あー、非常口か。あれ開いてない？のせい？おー、開いてたけどなんか嫌な感じ。なんか嫌な感じだな。
ナイトウィンドウ、夜風か。あー、だいぶ気楽なエンドだね。いや、落ちるのかと思った。そうか。じゃあ、そうだね。次のエンド目指しますか。まあでもさ、こうなってくるとさ、あとエンディングに関わってなさそうなので言うと、そのグラハムに似たやつがいたじゃん。似てるって言ってたけど、多分その子何かしら渡せばいけるんじゃないかなと思ってるのよ。あの子だけ何もまだしてなくて、あ、なんだっけ、フォニウムだったっけ。フォニウム、なんだったっけ、なんか聞き覚えがあるようなないような、グラハムのような、まずゲームはしないよな。青い花でもない。ってなるとこっちか。も違う。あ、渡せた。消えた。あー、やっぱグラハムは、だ、そうだ。ボニウムで、実験をして、で、その、知識とかそういう、まあ、脳があるからそういうことだよね。禁忌を犯したんだろうね。で、それをもとにグラハム作ってるんだ。あー。なるほどね。なかなか、まあ、多分ね、ブラックジョーク聞かせてるような感じなんだろうけどね。じゃあ、ね、いい感じにエンディングを見つかってきたから、最後の1個、11個目、探し行こうか。はい、戻ってきたんですけど、11個目のエンディングに関してはね、なんか、その、ゲーム内でどうこう、っていう感じではなくて、ちょっとね、開発者が公開した映像をね、元にしてやらないといけないみたい。で、それがね、ちょうどね、電話番号打つのよ。だからこれはもう特別なエンディングっていう感じなのかもしれないね。なんでちょっと入力します。あ、来た。あー、で、この状態で、まあ、電話触れるしかないよね。ストレンジテレフォン、なんか始まった。タッチかマウスで操作可能。はい、へー、アイテムないもんな。サーチ、あー、すごい。そういうなんかおまけパート的なものかな。ちょっといろいろ調べましょう。星が綺麗、こっちの方が喋るじゃん。何もない。
何かのメモを手に入れた。そのメモはどうやって見るんですか？開かない。一周。え？ちょっと待って。アイテム。はい。メモリーとかあるけど。はい。9273。9273。お、かかった。テレビリモコン。どういう原理？はあ。で、またアイテムを変えます。あ、出ちゃった。これもう一回最初から？あ、最初からですね。いやー、紛らわしいなー。まあ一緒でしょう、もう。食われた。え、何今の。え、ズルしたから嘘嘘、そんなことある？画面が乱れている。画面乱れてるのか。これさ、四角の数なんかあれじゃない？おかしくない ?1324？ はい。不思議なメガネ。めっちゃアイテムある。え、でもメガネ何に使うの？何もないよね。うわ、怖っ。325。はいはい、はいはい。ああ、なるほど。そういうことしてくるか。で、メガネのやつが3258かな。3258。お、双眼鏡だって。ってことは双眼鏡で見るパターンだよね。輝く星を手に入れた。はあ。輝く星ね。でもこの輝く星は？輝くだけ。ってことはメガネがなんかまだあるか。メガネがね、ちょっとあれだな。敵に会うと嫌だからね。あ、魔法のハンガーだって。やった。で、魔法のハンガーは何に使うの？いや、わかんないな。魔法のハンガーは、
はい。魔法のドレスだって。ほんと魔法だね。普通のドレスと魔法のドレスなんだ。魔法のドレス。あ、でもこれで全部揃ったね。じゃあ、アイテムを戻して、魔法のドレスにして、これでどうするかだよね。もう出るってこと？え、そういうこと？あ、これもしかしてさ、魔法のドレス、まあ、効果はわかんないけど、で、この状態で、輝く星だけ多分使ってないよね。あ、気づかれなくなった。はい。え、そういうことじゃない。あ、やっつけたー。じゃあ、いきますか。あ、最後のエンディング。あれ？意外とそのまま？はい、これで一応最後らしいね。一応全部揃った。本来10個だけど11個目がおまけみたいな感じなんだろうね。たださ、やっぱね、あ、最後来た、過去の電話。ここもなんか特殊なやつなんだろうね、もしかしたらね。じゃあちょっと隠し要素があるらしいんで、最後それをやりに行こっかな、せっかくなんでね。番号があるらしいんだけど、8号シャープのアテナになってるんだけどね。はい。すんごい。きたー、なんだこりゃ。ピピ。パパ。アイバーン。なんちゃら書いてるけど、パラサイトだって。なんか使えるものはなさそうだよね。まあ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 。という感じみたい。まあなんかオブジェクトらしくて。オブジェクトってなると、まあ書庫見てもらうといいのかな？あ、来た来た来た。これ。隕石に付着した寄生種が発芽し、そのまま寄生した新たな生命体。これが隠し要素の一つ、ヌルポガらしいよ。じゃあ何かヌルポガができるのかって言われると、別に会えるだけで、っていうことらしい。もう一つもね、やっぱ番号で行くみたいで、880813。これで行けるみたい。さあ、テレビだね。TV ルーム。で、テレビのダイヤルがいくつかあるんだけど、10、9、8、7、6、お？ 4。4はもう関係ないんだ。2、2になったね。
2がなんか機能してる感じだよね。あ、で、そうだ、この状態で、そうだよ、ここでね、あの、やっとね、初めて、やつを使う。ちなみにこれあれかな、オブジェクトになってんのかな、ゲーム機。いや、なってないわ。トリガーアイ。なんかあったんだろうな。よし、ゲーム機挿してみよっか。さあ、何が始まるかな？ドロップ。あーあーああははははっていうミニゲーム。今のが、まあ、隠し要素の2つというところになります。いやー、まあ、なかなか面白かったかな。エンディングコンプがね、やっぱちょっとね、11番目が分かんなかったね。これツイッター見ないとしかもう分かんなくて、まあ、X か。見ないと分かんない要素だったから、ちょっとこれが大変だったかな。どう探しても見つかんないからね。まあまあまあ、でも結構楽しかった。なんか考えるとね、グラハムとか電話作った人の発明家の名前だったりするけど、このあたりもね、よくつながってて面白かったなと思います。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まあ他にもね、いろんなゲームとか今後もやっていきますので、よかったら遊びに来てください。また応援してくれる方はチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。